勝戦大阪ローリングタートル対 JPD ソニック京都連合宗球団の試合が始まりました。両チームのスターティングメンバーを紹介いたします。大阪ローリングタートル1番田切選手、6番宮脇選手、10番宮川選手、13番香川選手。JPD ソニック京都連動新球団3番小林選手、48番川前選手、53番吉村選手、55番南部選手です。ただいまの得点は大阪ローリングタートル宮脇選手の得点です。
ただいまの得点は大阪ローリングタートル13番香川選手の得点です。ただいまの得点は大阪ローリングタートル13番香川選手の得点です。
ルシックス決勝戦、大阪ローリングタートル対 JPD ソニック京都連動中球団の試合は6対0で大阪ローリングタートルが勝ちました。選手の交代をお知らせします。 JPD ソニック京都電動蹴球団、55番南部選手に代わり1番畑中選手が入ります。Thank you.
ただいまの得点は大阪ローリングタートル13番香川選手の得点です。
手に代わり28番松本選手が入ります。
ただいまの得点は大阪ローリングタートル13番深川選手の得点です。シングルス決勝戦、大阪ローリングタートル対 JPD ソニック京都電動中球団の試合は6対0で